良き調子でジムを巡ってるようですね。そうですね。あ、なんやもしかして噂の誰だこいつ、なんだこれ、なんか龍神さんみたいじゃない。あ、本田翼の家めっちゃ強化されてんだけど。え、しかもいるくない、あれプレイヤー。やべえ、俺ついに本田翼本人見れるか。はい、そこのおぼくん止まりなさい。今何されてましたか。どなたですか。今何されてましたか。どなたですか。警察の者なんですけど。違うんですよ。ごめんね、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、話聞こうかな、ちょっと。違うああ、ほら、あ、この家の方ですよね。すみません、ちょっと今このなんか変な不審な人物がちょっと家まで来てて、今取り締まってるとこなんですけど。あの今わらしべ長者っていう企画やってて、ちょっと。じゃあ一回これでどうですか。うわ、でっかちょま、いや、ちょっとこれはお盆にはふさわしくないです。この卵はさすがに。アイスボーイマンの卵や。おい、返せってそれはさすがに。ちょっとわらしべクリアだこれ。いいんですか、ちょっと今この人あなたの家の前ですごいなんか変なことしましたよ。不審な動きしてましたよ。おぼお前、本田翼の SY 版でそれ。俺もなんか欲しいって。俺もサインもらおう。おい、緊張するって。すいません。あ、すいません、お忙しいところ。2時3時の VTuber のイブラヒムって言うんですけど、個人的に大ファンで、ちょっとサインとかって、めっちゃ伏せるじゃないですか。見返りってあるんですか。いや、もちろんありますよ、それは。ライトニングワイバーンの、はい、200レベ超えですかね。すぐに取ってきます。大丈夫ですか。俺アーク上手いんで大丈夫ですよ。本当ですか。あ、でもその背負ってるこいつも欲しいですね。あ、全然全然、はい、どうぞ。いいですよ。え、こいつめっちゃ便利でこれあるとこれできるんで。あ、それってめちゃくちゃ便利ですよね。そうなんですよ、これ結構シビアなゲーマーだな、思ったより。まあ今のがちょっと本当に最高級。そうね、先にもうタワマンの最上階見ちゃったみたいなもんですね。そうそうそう、ここちょっと家賃がなってなった場合まあでもちょっとなーって、払えるかなってなった場合、ちょっとなーってなる可能性あるじゃん。あるある、それは十分ある。いやでもな、家賃がな、安いとこなんかないかな、すみません、安いとこってないっすかね、すみません、なんかちょっと、まだちょっと、始めたてで、ちょっとライバーとか、ちょっとあんま、高いとこは、ちょっと、すみません、引っ越しで、はいはい、審査とかもちょっと不安なんですよね、ああいうとこ、ハイグレードのところは。そうですよね、だから結構その、結構多いですよ、そういういわゆる方。あ、本当ですか、なんか、防音とかも気になるんですよね。あ、防音に関してはマジバッチです、はい、それだけは本当に最低条件として。あ、そうっすか。ちょっと選ばせていただいてるんで。あ、何かされてるんですか、結構そういう音出すよう的な。まあまあ、ちょっと声というか、まあ声使う仕事っていうんですかね。あ、はい、声使う、声使う、あ、まあそうですね、詳しく聞くのもあれかなって思うんで。あ、そうなんですね、ちょっと、まあ、でもやらせていただいてるんですよ。すごい、マジか。まあまあまあ、そう、まあ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 、もう地面割れてるとこあんじゃん。ある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 、ね、入ってって、入ってって、ね、こういう全部こういう、あ、地下なんですね。あ、地下って防音いいって言いますもんね。まあ、ちょっと半地下というか、結構なんかデザイナーズで最近流行ってるこのコンクリート打ちっぱなしみたいな。はい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 、はいはい、そんな感じで。やばっ、ここここなんですよね。いかがですかね、これね。うわ、取られてないんだ、しかも。まず中に硫黄と鉄がありますね、これね。え、これってあれなんですか、その写真でだけとかじゃなくてついてくるんですか、そのまま。あ、もちろんこれ全然備え付けなんですか。そう、オーナーさんが結構こうなんかそういう感じの方で。え、備え付けなんだこれ。資材込みで、まあ、値段はちょっと今見てもらった通りの。え、安っ。君ら出すポケモン気をつけてくださいね。あ、そっかそっかそっか。やべやべやべ、ポイントボタン押しちゃった。あ、やべ、逃げろ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 。古いポケモンでお願いしますよ。オッケー、うん、そう。え、いいよ。なんだ、なんだ、今何した。あ、やばい、なんかいる。おい、絶対見せるな、そいつは。何回
絶対見せるなよお前。ピクニック、じゃあちょっと私はね、かわいいポケモンにしよう。だよ、お料理作んぞ、早く集まれ。進化したのも見せられないな。お料理集まれよ、料理三分の二。気持ち悪いなポケモン。なんだと思うんだろう。どれが気持ち悪いっつんだよ、許さねえぞ。五分の五分の二。5分の2ど分5分の1 6分の1だろ。5分の3。あ、みんな可愛いだろ。おどれのこと気持ち悪いっつってる。お前許さないぞ本当に。1匹以外は絶対可愛いだろ。5分の3キモい。どれがこうキモいんだ、言ってみろお前。え、長いやつ、長いやつと丸いやつ。丸いやつ、お前は？コモルのこと言ってる。コモルめちゃくちゃ可愛いからね。足見ろよ、すごい短いだろ、ほらテクテクするよ。キモー。あーセンスないほんと。よし、焼きベーコンのみね。待って待って、まだ入ってないんだけど。なんで入ってないんだよ。なんでだ、一番しょうがないか。なんで入れなかったんだ。あ、ポケモンバカにするからだよ。本日の地獄、はい、本日の地獄、企画じゃない、本日の地獄、本日の地獄、本日の地獄は、はい、演技修行、即興ロフマオ劇場。やだ、モロヘイヤ食べたくない。嫌い、カガミくん、モロヘイヤ食べたくない。食べないとダメだよ。お弁当のモロヘイヤ食べたくない。嫌いにも程がある。ヤガミ君、これダメだ。ほら、動物さんだよ。あ、本当だ、わかる、ラマだよ、ラマ。ラマ、ラマは最強のキメラなの。うわー、すごい。エンジンラマ、馬とロバの掛け合わせた最強のキメラ。ゾウあたりから行きたかった。今日絵本読もうね。これお酒の図鑑だよ。本当だ、お酒の図鑑だ。これがね、いるか、そんなやつ。これ何読めるかな、これ。あ、ね、言葉ね。バーボンっていうの。あー、そうなんだ。すごい、バーボンって言うんだ。載ってるでしょ。トウモロコシが原料なんだ。すごいね先生、これは。そうなんだ、はい、これもね、もうちょっとしたら読めるようになるからね、大人になったらね。すごい素敵だね、本当にね。発表配信、発表するものは何か。きたー、第5回マリカ二次三次杯開催決定。やっぱこれでしょ。ちょっと車降りて走ってもらおうと思います今日ね。前哨戦というわけではありませんが、僕の勝手なお遊びにお付き合いください。かけっこにかけろというね、ゲームでございますね。お人形のレースごっこができるみたいな話で、実際の魂ソウルはここにはないんですけど、今適当にこのメンツです。頼む、よし、いったいったいった、走れ走れ走れ、くそ、まだ最初はトントン、最初はトントン、あんま速くない、あんま速くないぞ。でもインコースつけ、なんでアウトコースから行く、やばい、アンジュさんが速い、あ、ヨルミ、くそ、やっぱ勢いに乗ってるよ、曲出してるから、大至急大至急、うわ、速っ、ごぼう抜きだ、前松さん、年が、やっぱ露骨にこれは年齢が来てる、あ、怖い、頑張れ、させさせ、くそ、差が大きい、やばい、ここの線がゴール、ガッガー、あ、2位、チキショー、さあ、女性のモデルしか想定されてないんで、僕らがちょっとなよなよした歩き方をしておりますけど、これはこういうものなんでね。最後もう16人で疾走しようよ。皆さん来ました。これね、軽くするためにね、すごい軽い台座っていうやつを使ってます。こいつのおかげで持ってます。こいつがね、一つでも人間になるともう落ちますからね。ケモチトヤ、クズハ、星川サラ、フミノ、玉木、魔界のリリム、鏡隼人、カナエ、ウズキコ、佐々木作、アンジュカトリーナ、ケモチトヤ、あ、ケモチは二人いる、ごめんなさい、これは手違いだね。まあいいや、二人いたらより勝ちやすい。ね、月の水戸とね、樋口からで、この人たちはね、みんな軽かったです、ありがとうございます。軽い人をね、上から順に入れていきました。どうしようかな、このケモチトヤ出来悪いから、このケモチトヤでいくか。頼む、全部返してくれ、全部取り返せ。いや、待て、これでよし、二刀流だ、大谷翔平。さあ行こう、ラストラン取り返せ、今までの借金を。
借金取り返せ、いけ剣持ちだ。クソ、星間が早い。星間もうまいからな、マリカ。マリカ関係ねえけど。あー、クソ、小柄だから。まあ、あー、まあいいよ、リリムが勝つなら。あんたならいいよ、あんたでもいいよ。でも剣持ち、剣持ち。あ、台座が早い、台座が早いし、走り方キモい。台座とリリムのデッドヒートつまんないって。剣持ち、剣持ち、お前最後に花を、最後にお前が勝てば全部丸く収める。台座が勝った、台座が勝った。一番あっちゃいけない。やめろ、お前のウィニングラン、お前の馬ぴょい誰も聞きたくねえよ。台座勝ちました、すみません。二次三次は台座に負ける団体でした。